皆さんこんにちは、りょうかです。はい、今回はですね、いつもと違うんですけど、今回は僕のちょっと最近寒いけど暑いみたいな、暑いけど寒いみたいな感じの季節っていうか日が多いので、そんな感じの日に合わせたコーデを1週間コーデやっていきます。では1週間はい、1日目のコーデいきます。プリーン、こんな感じです。このコーデは、いやもうアウターいらんやろコーデです。本当にもう、本当に僕電車でいつも遊びに行くんですけど、もう電車はもう一生汗みたいな、熱いみたいな感じで、本当に汗やばいので、もう正直アウター僕いりません。うん、遊ぶって言ってもなんか公園で鬼ごっことか別にするわけじゃないから、なんかどっかのお店入ってさあなーとか言って、なんかこのリップかわいいとか、そんなこと言わないんですけど、そんな感じで、その室内遊びが多分多い、室内遊びっていうか、お店の中に入って遊ぶのが多いと思うので、もうこの感じでいいよ正直。これもヒールテックと、この普通のロンティーっていうのと、これ着ればあったかいっていうか、その寒くないし、まあ、僕暑がりなんで、まあ、これでまあ靴とか白とかで、なんかこういう感じでイエーイみたいな、いいんじゃないでしょうか。まあこうやってカバンは何でもいいんですけど、カバンは何でもいいんですけど、まあなくてもいいんですけど、はい、こんな感じで月曜日のコーデ終わりです。ボンジュール。はい、2日目火曜日のコーデです。プリーン、こんな感じです。このこちらのテーマは、忍法隠れ身の術です。なんかこれはなんか緑系っていうか、なんてこうカーキーだよね、なんかまあ緑系のなんかちょっと、あれリュウくんどっから、リュウくんえ、まあどこみたいな感じ、なんかこうやってやったらどっかわかんないぐらいのその統一感でも、でもなんかこうだよみたいな感じの、まあでもこれ超あったかいの、これ前も個人でやったけど、ダイソーじゃない古着でダウンが出て、欲しいと思って2300円とかかな、3000円ぐらいで超あったかい。でも多分これ 50% かだ、ん80何パーダウン 50%、 これダウン 50% だから本当あったかいよ。うん、あでもその中は少ない薄着だから、暑かったらこうやって脱いじゃえばいいよねみたいな感じの、そのなんかその頭がいい作品線ですね。うん、これもなんかいいですね。次、はい、3日目水曜日のコーデです。トリーン、テーマは、君何ラインコーデです。なんかちょっと古いっていうか、レトロ、なんていうんだろう、ちょっとこんな今売ってないっていうか、なんていうんだろうね、一周回ってるかもしれないけど、なんかちょっとなんかなんていうの、バックトゥーザフューチャーよりも未来っていうか、なんていうの、わかるでしょこの気持ち。なんかちょっと平成初期、昭和の後、バブリーな感じの、なんかちょっとなんかあれねみたいな、最近ディズニーできましたみたいな感じの服なんですけど、これも古着ですね。うん、これも古着だ。うん、これはリー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 の古着で、これはザラのセールで1200円とかでした。はい、いいよねでも正直もうこれでも僕本当に暑がりなの、今も暑いんですけど、うん、暑くいきます僕は全然。次、はい、4日目木曜日のコーデです。トリーン、こんな感じです。テーマは高校生の先生だけどインスタグラム大好き先生です。なんかインスタが好きな、なんか大人みたいな感じの、ちょっとなんかなんていうの、カフェが好きな感じの人ですね。うん、まあでもなんかなんていうんだろう、もう、うん、まあちょっとなんか真面目っていうか、ちょっと違うかもね。カバン今いらんかもしれない、わかんないけど、まあ、とりあえずまあこっちのカバンの前かな、こっちがいいかも。こっちなんかとりあえずちょっと寒いかなみたいな、寒いけどやっちゃうみたいな感じですね。これはベル、これはにこの黒ニットはベルシカで、これはなんだっけ、どこだっけ、これは GU で、これはハイファイハンク、韓国で買いました。これもザラですね。まあ、これもザラ、うん、これもなんて言うんだろう、ほんと暑い、これ暑い、うん、もう全然寒くない。うん、はい、次、はい、5日目金曜日のコーデです。トリーン、もうアウターは来ませんはい、このコーデはいや、どこ行くんだよコーデです。まあ、結構大きめのカバンに、まあ、何も入る、結構カバン置き方が便利じゃん、ティッシュも入るし水も入るし何でも入るから、もうその買ったものとかも全部入っちゃうから、まあカバンも別に大きいかも大事なんですけど、まあね、こんな感じで、まあ、うん、まあ、このコーデって、この写真はまあインスタとかでも結構載ってるんですけど、もうこのね、ブーさんだっけ、なんだっけ、わかんない、このやつが僕大可愛い、大好きだから何回も着ちゃうんだけど、うん、超いいよねこの、あったかいって感じ、まあ、あったかい、寒くないから
いいけど、うん、いいね、いい感じ、うん。これは韓国で買って、これはあの白いやつはエイジャンネームで、これはあのリッキーズ、まあこれも一生履いてるから何回も知ってると思うけど、リッキーズです。では次、はい、6日目土曜日のコーデです。プリーン。テーマはあれ、リュウくん、リュウくんもう春って来てたっけ。コーデです。でこのピンクのやつはちょっとあのチクチクなので、この中にその GU のちょっとモックネックっていうのが、そのやつを入れてチクチクを防いでいます。はい、これはザラで買いました。もうさっきのやつでしょ。これもあのお土産でもらいました、オーストラリアの。正直これピンクっていうか、なんか紫って、僕ピンクだと思って買ったんですけど、なんかみんなには紫って言われたので、うん、まあいつ着ようかなって思ってますね。まあでもまあこれは春っぽい、春っていうかもう春ですね。春もう春から、うん、春先取りコーデ。はい、では次、はい、最後7日目のコーデです。テーマは、いやお前寒いって言っても知らないよ、コーデです。あの本当になんかすごい寒くなると思うんですけど、まあ正直ね、まあね、いけるといけるよねみたいな感じなんですけど、まあ、これはもう GU で買ったね、多分 GU だよね、 GU で買った薄いペラペラのやつなんですけど、まあこれで大きいカバンにいっぱいね、なんかあったかい飲み物を入れて出かけたらいいかなと思います。多分これ多分ベルトした方がいいかね、ちょっとベルトした方がいいかもしれない、ベルトしてればなんかちゃんとしてるかもしれない。まあこんな感じで、まあ多分寒いかもしれないけど、まあいけるよ、ほんとに僕暑がりだからいける、うん、いけるね。はい、というわけで今回はイケメン大学生 YouTuber の龍河のあの難しい季節の服のコーデやってみました。どうだったでしょうか、参考になったかな。はい、というわけでよかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。初めてこんなんやっちゃったよ、バイバーイ。Bim bam boom!